紹介します。けんちん汁は心も体も温まる素朴な郷土料理です。 I have never had けんちん汁。 I want to try it。 材料の紹介をいたします。5人分です。こんにゃく 100g、 ごぼう 50g、 大根 150g、 人参 50g、 里芋 100g、 しいたけ2枚、長ネギ 100g、 豆腐 150g、 煮干しのだし汁4カップ、ふぶつゆ大さじ1と1/2、酒大さじ1、塩小さじ1/3、醤油大さじ3。では作っていきましょう。 Let's start cooking。 こんにゃくは短冊切りにいたします。お湯の中に入れてアク抜きを行います。ごぼうは先にしていきます。大根はいちょう切りに切ってください。人参もいちょう切りに切っていきます。里芋は半月切りにしていきます。ネギは1センチ幅くらいに切っていきます、はい、材料が準備できましたので作り始めます。 OK、 まず最初にお鍋を温めます。そしたらば油を入れてください。油が温まったところに材料を加えていきます。オイルを入れてください。大根を入れます。こんにゃくもお願いします。しいたけもお願いします。長ネギとお豆腐以外はお鍋の中に入れてよく炒めてください。全体が炒められましたらば、煮干しで取っただしを加えていきます。汁が温まってくるとアクが浮いてきますので、アクを取ってください。材料が火が通ってきましたので、ネギを加えてください。そうしましたらば、調味料を加えていきます。酒を加えます。塩が入りました。最後にお醤油を。お豆腐を加えて一煮立ちさせます、はい、
仕上がりましたので盛り付けます。和食チャンネルではたくさんの料理を紹介しております。ぜひご覧ください。ではまた。